ハワイ島東,東部、プナプナは、キラウエアの山体東側の中底部を占める。2014年の溶岩流に襲われそうになるパホア。カポンホの集落を飲み込み湾に達した溶岩流。この後、残っている住宅なども飲まれてしまう。2018年、2010年のカラパナ。人家が増えつつある。プナは、アメリカ合衆国ハワイ州のハワイ島東,東部の地区。 ハワイ火山国立公園を有し、溶岩の潮だまりや溶岩樹形などが見られるほか、その恩恵を受けたサウナや温水池が特徴として挙げられる。ケアウハップナの北部に位置し、商業の中心地として栄えるケアウは人口2000人の町で、かつてはオラーと呼ばれた。パホアハップナの中央に位置する人口1000人程度の町。1790年にできた。 ラバツリーステートモニュメントなど、キラウエアの影響によって形成された風景を見ることができる。カポホは人口約300人の小さな町。かつてはパパイアの栽培などが行われていたが、1960年1月13日に発生した溶岩流によって約100軒の住宅や温泉リゾート施設、畑などが消滅した。東部のクムカヒミサキは、 ハワイ州最東端で、クムカヒは、ハワイ語で、最初の始まりを意味する。海岸にある、流れ出た溶岩によって形成された網目のような、塩だまりは、カポンホタイドプールと呼ばれ、サドルラス、ツノダシ、蝶々ウウオ、ウニ、ナマコといった生物を見ることができる。2018年のキラウエアの噴火による、溶岩流によって壊滅した。 カラパナはハワイ火山国立公園の東に位置していた町であったが1990年の溶岩流により消失した。通常、ハワイでは溶岩が町を直撃しないように迂回させるための道が設けられていたが噴火が一時沈静化した1990年にカラパナの西を流れていたチューブが冷却化して拘束してしまい、カラパナへ直撃したためである。 ありがとうございます。